ボス、聞こえるか。まずいことになった。これまでのエメリッヒの行動がスタッフに漏れた。みんな気が立っている。あんたが来ないと収拾がつかない。マザーベースへ至急戻ってくれ。9年前、この男はマザーベース襲撃を幇助した。以降スカルフェイスへ技術を供与。イーライと共謀しサヘラントロプスを修復した。隔離施設へ提供した研究資材が放射線を漏出。これはボルバキア変異を誘発、生態中が暴走し多数の仲間を失った。さらにこいつには親族を殺した疑いもかかっている。その死体遺棄も。僕は殺してない。他のもひどいな。9年前の査察だってみんなのためだった。僕だって仲間のために自分を犠牲にしてきたのに、どうして、なぜ信じてくれないんだ。ここに証人を召喚する。ストレンジラブの墓石だ。墓には亡霊がついてる。ただの機械だ。あれが記録を残していた。お前のしたこと、一緒に暮らしている間の全部。そんな勝手に。お前は実の息子をメタルギアのコックピットに乗せて実験台にした。ある。母親が我が子をかくまった。怒ったお前はストレンジラブを閉じ込めた。違う。あいつは自分からポットにこもった。あれは自殺だ。僕がやったとしてもお前たちに何の権利がある。それだけじゃない。お前が考えたこと、してきたことを全部ポットのお前自身が喋ってくれた。9年前、お前はスカルフェイスに脅され、身柄を保証する代わりに格差殺を受け入れた。本物だと思ってたんだよ。お前がマザーベースに来てからのことも全部調査した。頼む。すべて黒だ。すべて。殺せ！俺たちに法は存在しない。こいつをどうするか、ボス、あんたから言ってくれ。始末は俺たちがする。ボートを用意しろ。一人乗りでいい。水と食べ物を押せ。出て行ってもらおう。おい、俺たちをこうした張本人だ。あの時の仲間も。なのにこいつだけは。こんな奴が俺たちの本当の敵なんだ。カズ、そう、こいつは敵だ、仲間じゃない。だからこそ俺たちにこいつは裁けない。ただマザーベースは降りてもらう。やめろ。
これに触るな。僕は潔白だ。君たちこそ人殺しだ。スネーク、悪いのは君じゃないか。策なんか持たなければ査察だって来なかった。僕は命がけで君たちを救おうとしただけだ。こんなことどうして平気なんだ。まともだろう、僕だけか。僕は悪くない。見ろ、すでに亡くしたファントムも取り払おうとしている。ああいうやつは死なないぞ。どうなるか目に浮かぶ。俺たちに聞こえない場所で俺たちがどれだけ害悪か喋り続ける。偉そうに自分がどれだけ正しいか、薄っぺらい道徳心を傘にして。同じようなバカどもがそれを聞いて何度もうなずく。いや、いくらごまかしてもいつか気づく自分がどんな人間か。自分の生き方は誰でも自分に返ってくる。あんたならもう気づいているか。実はクワイエットがいなくなった。姿を消しヘリに紛れ込んで逃亡したらしい。そこでヘリの航路を洗い出しクワイエットの行き先を突き止めた。アフガニスタンだ。現地に向かってくれ。他のやつでは無理だ。ボス、マカが言っただろ。ノコなりと消えてしまえと言いたいところだが、クワイエットは俺たちのことを知りすぎた。このまま野放しにはできん。クワイエットが来た時あんたは言ったな。いつかは殺すことになる。その時は俺がやると。実行する時が来たんじゃないのか。